まあ、50年間ね、まあ、頑張ってきました。まあ、だけど、最後の方はだいぶ恥の上塗り見たことになってね、週刊誌もいろいろ書かれました。ああ、だけど、まあ、終わってみたら、まあ、こんなもんかなと、ね、いう感じでありますから、これからこの会社がね、私、筆頭株主ですから、ぜひね、株価もね、上げてですね、から新しい人がどんどん入ってきますので、そういう意味ではサポーターでね、サポーターに徹していくというのが一番いいんじゃないかと思っておりますので、後継者問題では、まあ、つまずいたと、うん、我が社の社風にあってですね、そして経営の考え方がよく似とってですね、というね、人たちをですね、なかなか探すことができなかった。もう社内にいっぱいいのおるのにね、なんでこんなことをしてたんかなということの反省が非常に強いですね。まあ、トップ、会社のトップはどちらになるか。社長でしょう。会社のトップは社長で CEO ですわ。海外との M&A のトップ交渉というのはね、代表権持ってなかったらまずいんですよ、ね、だからそのためにね、代表取締役になるわけであって、だから M&A を主体にやりますよということになってるわけなんですから、だからそういう意味でね、だからもうそれが終わってきたら、もう今度は別に代表権持つ必要はないと、もうその頃には誰かが新たな M&A やるのか、まあそれはね、次の世代の問題でありますから。